さあ、始まりましたよ。今週も、わあ、皆さん、皆さん、さっきまでいっぱいいたけども、う今は全然いませんけどもね、今週も、えー、スカイウェブ FM の京成ローザスタジオより公開収録をしております、えー。収録の時はギリ、春休みなんじゃないか、ということですけれどもね、若い子がいっぱいいますけれども、はい、ちょうど今、あのー、 ね、映画が始まったんでしょうか。誰もいなくなりました。はい。はい。えー、4月19日分ですね。はい。えー、村野武則さん、誕生日おめでとうございまーす。はい。食いしん坊万歳ということでね、皆さんね、若い子たちはあんまりね、うん、知らないかもしれませんけれども、あの、食いしん坊万歳という番組でね、あの、リポーターをやって、 ましたよね村野武則さんはいあのー、うちの実家がですね新潟でお寿司屋さんをやっておりましてであのー、そのね実家のお寿司屋さんにえー、っとそのテレビの番組で、えー、村野武りさんがはい二十数年前ですねうちのお店に来てもらって。 で、で、そう、まあ、お寿司食べて、あの、帰って行ったんですけれどもね、本当にあの、初芸能人ですね、ブラノ・タケノリさん。はい。ね、あのー、なんていうんだろう。うちのお寿司屋さんが、あのー、まあ、新潟の魚沼地方なんですけど、そこで、まあ、もともと農家もやってまして、で、お寿司屋さんも、 やってるみたいな感じなので、なんか自分、自家製の魚沼産コシヒカリを、まあ自分で作ったコシヒカリを、えっと、その、お寿司屋さんで出してるみたいなのが、なんか、どうやら、なんとなく、うちだけっぽい、みたいなね。そんな感じで、こう、うちに来てもらって、で、まあ、えっと、お寿司を食べて、で、まあ、他のお店にもこう、何軒もこう、行ってきて、 で,で最終的に「いやうちでちょっとご飯でも食べて帰りませんか?」みたいな感じでうちの親父が調子こいてこう言ったもんですからまあそのみんな取材他にもい,いっぱい行った後にまた戻ってきてくれてでそのまあえとスタッフさんとかまあ村野さんとかあとアナウンサーのね女性の方とかこう行ってでまあみんなでこう飯を食ってまあ僕もそこに。 行ってみたいな、高校生ぐらいだったかな、みたいな感じだったんですけど、それでまあ、その宴会をやったっていうなんか思い出がね、ありますけれどもね、本当にね、なんかうちのやっぱり寿司屋っていうのが、魚沼産コシヒカリを使ってるからみたいなのが、まあ、なんか親父の中でこう出てるのかわからないけど、あの、シャリが普通の、 お寿司よりも大きいんですよ。あのー、俺はね、あの、もともとそこで育ってるから、そんな大きいとか、全然、あのー、気にしたこともないし、なんなら他のね、お寿司を食べたこともないから知らないんですけども。なんか結果今、こうして思ったり、まあ知り合いとか、他のね、お寿司も食べるきっかけない、い1.7倍、2倍ぐらいでかいな。うちの親父の寿司。 お腹いっぱいになっちゃうな。一人前同じぐらいの値段の設定だけども、お腹いっぱいになるぞ。儲け方知らんな、うちの親父。ねえ、本当でもまあそうやってね、美味しい、あの、お寿司なんでね。そうなんですよ。それをね、実家でやってますけれども。はい、あ。ねえ、なんか、 なんて言うんだろうお寿司屋さんの息子だから、お前、寿司嫌いになっちゃうだろうとか、なんかすごいね、よく言われますけど、もう寿司が一番好き。ねえ、あれ、うまいね <laughs> うまいねとか、<laughs> そうなんですよね。なんか、全然嫌いどころかめちゃくちゃ好きで、もう、なんだろうな。なんかもう、もともといつも食べてたから、 なんかそっちの習慣になってるのかななんかすごくいつも寿司食いたくなりますけどもね。はい。いい文化です。はい。そうですね。まあなかなかね、こう、いいものってちょっと高かったりとかしますからね。回転寿司も結構いちょこちょこ行ってたけど、だんだんお値段がね、あのー、まあしょうがないですけども上がってきましたけれどもね。そう。だからあの、お寿司屋さんですから、なんかあの、 お刺身というかまあまあ寿司そういうあの魚のね咲っていうんですかその端っこね端っこお刺身にする形にするところの端っこはどうしても余るというかねそれでまあチラシとか作ったりするんですけど結構まあそれは余ってそのえっとまあ自分たちで食べるというかそうそういうのがあってなんか僕が あの実家でえと晩酌をしていると親父とかがそのえと余った切れっぱしを持ってきてあの袋にあの透明なあれですよ袋ね袋に持ってきて「おお」みたいなこれ食べるかう本当は犬の三郎にやろうと思ってたやつだけど別に食えるからお前つまみにして酒でも飲めばみたいななんかねそんな。 感じでしたよ。なんか、うん。でも、うん、すんげえ袋にぐちゃぐちゃ入ってるけど、でも別に普通にうまいんですよ。だからね、その、それを待ちに待ってたうちの芝犬のサブロが、もう、なんか俺にそれを食われるんだ、みたいな感じでね、もう、毎回、その、刺身の切れっぱしの、あのー、 食べるっていう争いを柴犬のサブローと人間のジローを僕がやってました。は <laughs> いそうですそうです。なんかその分かんないですけど魚まあそうやっていっぱいね犬も食べてたんでなんかすんごい毛並みが良かったですね。なんかうんめちゃくちゃ良かったです他の柴犬とかよりも。 ね別にこれはあの、何ですか、自分の子供が可愛いみたいな、そういう感じでもなく、本当に綺麗で、まあ、ね何食べさせてんのみたいなことを言ったら、あ刺身食ってますつって、なんだそれはみたいな感じでしたけどもね。だから、なんか結構ね、あの、そんなことをやっておりました。はい。村野武則さん誕生日おめでとうございます。だいぶね、こう、あの、違う話になってしまいましたけれどもね。はい、あ。 あと、そうですね。え、あとそうですね。じゃなくて、4月19日ですから。はい。語呂合わせがあります。はい。飼育の日でございますね。はい。うーん。そうです、そうです。なんかあの、ね、小学校の頃とか、あの、うさぎとか、鶏とか、 まあ僕の小学校ではね、飼ってましたけれども、今の子はどうなんだろうねわかりませんけれども。ねそうなんです。なんかでもまあ僕はそんな動物を面倒を見ていられるほどの余裕はなかったので、あんまりね、飼育、ね、してませんでした。なんか飼育係とか、そういうのあってね、もう毎回なんか僕のクラスではそいつがなるって決めてたみたいなのもあるので、そうそう、あの、 そうなんです。うちの小学校が全校で60人ぐらいだったんですね。そう。だからまあ、えっ、ー、と、学年が14人か。そう。まあ、一クラスで。そう。で、ね、一番多い学年でした。14人が。はーい。ね、少ないとこ五は5人とかあって、なんか、えっと、 えっと、違う学年と合同で勉強するみたいなね。そんなこともありましたけれども、今はね、あの、並行させていただきました。はい。そうです、そうです。まあまあ、そんな話ですけど、なんから、たまに夏休みとかかな、あの、ね、飼育係というかい学校に行って、その、ね、あの、お掃除とか、お餌やりとか、そういうのをね、し、 しなきゃいけないというか、まあしてた記憶はね、何回かはあるんですけど、そうそう、あの動物なんかね、こう、せっかく餌やってんのに、あいつら攻撃してくるでしょ。ねえ、こっちはよかれと思って、こう、嫌だけども掃除してんのに、あいつらすげえ攻撃してくるんです、特に鶏。 本当に。何なんですかねこっちはやってあげてんのにとか思って。あいつら本当の人の気持ちがわからない <laughs>。本当にね <laughs>。はあ、もうまあ僕ももう大人なんでね、もう、あの、立ち向かってきたらもう全力でチョップしてやろうと思いますけどもね。はい、そんな機会もなかなかないんであれですけども。はい、そんな感じで、そんな感じです。はい、今週も、デューンと言ってみようブレイクです はい。スカイウェブ FM の京成ローザスタジオより公開収録をしております。えー、この番組では皆さんのお便りを募集しております。質問でも何でも OK でございます。コーナーもございます。えー、これって私だけはい。私だけしかやってないかもしれない。私の実家ではこんなことをやってましたけれども他の人はやってなかった。とか。 そういうお話、募集しております。あとはですね、おバカな話、えー、おバカをやってしまった、私の周りにいたこんなおバカちゃんのお話、というのを募集しております。宛先はですね、えー、メールアドレス、info.mat92fm.com、info.mat92fm.com ファックスは043-441-5592、043-441-5592です、えー。僕の個人的な、えー、ツイッター、デューンなグモで調べていただいて、そこに直接 DM を送っていただいても構いません。番組名のデューンと言ってみようを入れて送っていただければと思います。よろしくお願いいたします。はい。 あのー、この前ですね、あのー、お酒に酔っ払わせていただきまして、はい。まあね、あのー、いよいよね、冷ましながらちょっと歩こうかな、なんて言って、10分ぐらいですかね、お店からこう、ふらふらね、こう気持ちよく歩いて、まあ帰ってたんですけど、いきなりね、なんか、バーンってこう、衝撃が起きまして、こう、なんかもう、 ーンなんか、おでこが、おでこにバーンみたいになったんですよ。で、うわーでも、もう痛くて、痛くて、もう、うーみたいな、こう、かかん、か、かがんで、こう、も地面にね、こう、うーみたいになったんですよ。で、あー、痛いなーと思って、なんだろうと思ってみたらね、電信柱。ね <laughs> 普通に電信柱に当たってたんですね。そんな人いるんだ、みたいな。 自分でびっくりして笑っちゃいましたけど。ねあんな、だって全く気づかなかったんですよ。だって、うずくまって何だったんだろうって見て、電信柱だったんですよ。ねもうあの、普通ね、あ、なんかこう、目の前に来たな、バーンってなるから、なんか当たる前にね、なんかこう、あって避けたりとか、ねそれこそ手が出たりとか、するはずですよ。うん。 何にも。バーン <laughs> 事故本当にね、びっくりしました。ねえ、本当に、ねえ、なんか漫画じゃないんだからみたいな、なんかね、本当におバカだな、みたいな。別にだから、よそ見してるわけでもないし、あの、歩きスマホしてるわけでもないんですよ。普通にバーン <laughs> ね本当何やってんだろうと思いましたよね。でもまあ、こう、痛くて。 そう。で、うわーってなって、でもなんかそこにあんまりうずくまってると、あんまり一通りはなかったけど、うずくまってるとなんか、あのー、大丈夫ですかとか声かけられても、なんて言っていいかわからないし、ちょっと恥ずかしいし、電柱がとかも言えないから、とりあえずすぐなんか、路地に入って、また、あのー、なんかうずくまり直しました。ねえ、<laughs> ほんとに、ほんとになんかね、 なんだろう。血もちょっと出たし、あの、一週間ぐらい痛くて、触ると。で、なんかもう目も腫れてたんですよね。なんか右おでこみたいな感じで、ね、右からぶつかったんで、みたいな、なんかもう目も、なんか、あれいつもパッチリ パッチリ奥舞台。奥舞台はパッチリって言われる奥舞台なのが、なんか一えに、ぷっくり一重になっちゃったな、みたいな感じになってましたよ。<laughs> なってましたよ。ねえ、ほんと、さすがにね、まあ気をつけなきゃな、と思いますよね。ほんと、お酒飲みすぎてもね、ちゃんと帰れるようにね、ほんとにしなきゃな、なんて思うので、もう、電信柱がない地域に住んでやる、みたいなね。 本当、<laughs> ほんとそこじゃないだろうみたいな。お酒のね、感じをね、調節していきたいなと思います。そんな、おバカな、デューン・ナグモでございます。はい。こんな感じでいいので、何でもいいので、送っていただければと思います。はい。歌の方に、参りたいと思います。松たここさんで、桜の雨、いつか。あのー、 催眠術ってかかったことありますあのー、ありますいや、なかなかないですよね。あのー、僕の、ま、ああのー、もともと勤めてる、もともと勤めてる、まあ芸人バーっていうのがあって、そこに来るお客さんでたまたま来ていただいたのが、その、えー、結構テレビとかにもね、こう出られてるような、その、催眠術師さんがこう、 来ていただいて、で、こう、まあ、めちゃくちゃ興味あるじゃないですか、こっちは。なんか、えっと、どうなって、どうなってん、どうなってんのみたいな。だからなんか、うん、えっと、え説明してくれるんですよ。あだからこういうふうな理屈があって、だからこういうふうにしてやると、こうなるんですよ、みたいな。全然わかんないな、あれ。 わ <laughs> かんないっていうか、だって信じられないじゃないですか。なんかもともとね。そう。で、なんか理屈を言われても、なんかそんな、ねその、もともと、あの、頭いいわけでもないし、その、心理学とかもわからないし、なんかあの、母親の言うことも真面目に聞いてこれなかったわけですから。ねそんなのが、だから、 わかんないです、みたいな、カーンみたいな顔。じゃあ、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 やってみましょうか。やってみた方が早いよね、みたいな。うわぁみたいな。受けれるんだ、みたいな。なんか、そのね。こう、どうなるんだろう、みたいな、あるじゃないですか。だからもう、全然ね、テレビとかで見てても、えぇみたいな。嘘じゃないみたいな、そんな感じになっちゃうから。まあね、こう、受けれる、やったみたいになったんですよ。でもなんか、そしたらなんか、こう、 周りからも、俺も俺もみたいな感じで芸人も出てきたり、なんか、そこにいた違うお客さんとかもね、出てきちゃったりとか、俺もやってもらいたいわ、みたいな、なって、じゃあじゃあじゃあみんなで一気にかけますと。一気にかけるので、あの、一対一とかじゃないので、えっと、ま、かかりやすい人はかかるだろうし、かかりにくい人はかからない場合もありますと。そう。あ,あ、まあまあまあ、そうかと。 なるほどねと。でも俺は絶対にかかりたいですから。そう。どんな感じかね。わかんないけど。で簡易的なやつですよ、みたいな。なんか、まあまあ、一回リラックスしてください。で、まあ、ちょっとどういう感じか忘れたけど、なんか、まあ一回手を上げて、みたいな。で、一回前に伸ばして、みたいな。で、曲げて、みたいな。なんかそういうのがあったんですよ。で、結局なんか最終的にこの、なんかこうやってて、この、なんか手が離れなくなるみたいな。そう。 その、なんか、処方的なやつですけど、それやりましょうか、みたいな。はい、じゃあ皆さん楽にして、みたいな。そう、そういう流れなんですよ。はい、な楽にして、みたいな。はい、じゃあ手あげて、みたいな。で、こう、えー、前に伸ばして、みたいな。その順番にやっていくんですけど、そのね、やっぱりね、芸人ってね、やっぱ、あのー、バカというか、 その頭の弱いというか、弱いというか、なんかね、いい意味でね、いい意味で、ちょっとぶっ飛んだ人がいるから、え、何前ってこう前こうね、こう聞いてるね、こうとか言って。で、で、言う人がいて、で、その隣の、俺のもう一人隣には、おう、当分そうだよってやってるけど、その人間違ってるみたいな、なんかね、ちゃんと見てみたいな、ちゃんと見ろよみたいな、俺はもうずっとなんかそう思いながら、でも俺はかかりたい。 かかりたいからもう集中して、集中してなんかやってるんですけど、予備動作みたいな。やるんだけど、え、これで合ってるね、合ってるみたいな。うん、多分合ってる。全然間違ってるみたいな。なんかね、曲げてみたいな。なんかそんなことをやってて、結局、俺は普通にこの、取れないはずの手が離れるみたいな。あいつらうるせえなと思って。だダメです。 で、そ、そこのね、周りの、その今まで違うお客さんとかはちゃんとできますから、集中してやってますから、おあ、ほんとだ、離れない、みたいな。うーわー、羨ましい、みたいな。もうなんだよ、その、なんか、うるさく、なんか芸人周りも、だから嫌なんで、ちゃんとやりたかったのに、とか言って、え、ほんとだ、私も全然離れちゃう、みたいな。当たり前だろう、みたいな。でももう一人、こっちの人、俺全然離れない、お前はできるんか、みたいな。 なんでお前できたんだよみたいな。予備動作もちゃんとできてなかったのに、みたいな。そんなね、ねことでした。<laughs> ね本当にかかりたかったなでもなんか、その、そのなんか、まあ僕らはまあ一斉にこうやったのであれですけど、その本当に、あの、一対一でこう、かけてもらった人その、何人かいたんですけど、その、 えっとね、あの、やっぱりね、かかりやすい、かかりにくいみたいなのはあるんですって。で、しかも、あの、バーですからお酒もちょっと入ってると。だから、まあ、それは若干ありますよ、なんて言ってたけど、あれね、全員なんとなくかかってました。あの、なんて言うんだろう、その、完全に離れるとかじゃなくて、あ、ここまでは本当に離れないとか、その、もう完全に、 かかる人もいましたたけどなななんんかかかかそううあれ全員かかってたと思うななんかちょっとなんかなんて言うんですか軽いやつ何個もこうやった軽いやつは全員かかるみたいなでそっからこう深いやつみたいなまあそこまで深いやつはやってなかったけどそうだからよなんか簡単なやつなんか予備催眠とか言うでしょなんかそういうのはなんかかかってましたねすげえなと思ってえ 悪いことに使えるんですかなんてね、バカみたいな質問です。うん、使えますよ。でも、使わないですけどね。なんか、そんな、使えるんだ、みたいな。ねでもな、まあまあ、そういうのはね、そういうらしいですよね。でも、まあ、すごいな、と思って、一回、めちゃくちゃかかってみたいですよね、あれ。なんか。だってもう、意識は完全にありましたよ。そのかかってた人も。でも、あ、本当に離れないとか。 なんかねありましたもんこれお金をなんかその取ろうと思っても取れないとかそのなんか自分の名前を言えないとかそういうのになってましたあこの人かけやすい楽みたいな感じで「え自分の名前全然言えなくなっちゃった」みたいな「なんで?」みたいななってる「本当かよ」と思うけどみんななってる羨ましいと思いましたね不思議ですけどもね。 本当に不思議ですけれども、かかってみたいですね。そうです。そんなことがありました。<laughs> そんなことがありました。本当に。芸人が周りにいると集中できなかったな。うん、めちゃくちゃかころうと思って頑張ってたのに。はい。そんなお話です。興味あったら、興味あってもどうしようもないけど。はい。ねなんかでもなんか、その、 調べるとこういう教室みたいなのもあるので、あの、来てくださいって言ってました。結構高いですけどね。みたいなことは言ってましたけど興味あったら調べてみてはどうでしょうかはい。ブレイクをしたいと思います。一旦ブレイクです。はい。えー、あの、この前ですね。まあ、千原トークっていう、あの、千原誠じさん。 聖児さんで、まあ、ジュニアさんとね、聖児さん、千原兄弟がやってる、えー、トークライブですね。また、毎回、あの、行かせていただいてて、で、こう、まあ、えー、楽しく。まあ、千原誠二さんとちょっと仲良くさせてもらってるんで、こう、に行くんですけど。で、帰りに、えー、まあ、ご飯をいつも、まあ、はい、いただくんです。いただくんですけども、その、えっとね、 毎回ね、ゲストでチャンス大城さんっていう、まあ、芸人さんがいて、その方がもう、もう、何、3年ぐらい出てるって言ったかなそうなんですよ。毎回こう出てって、こうエピソード、トークじゃないけど、この面白い話、こんなのがあるんです、みたいな話をして、で、まあ、そういう、うんと、トークライブなんですけど、えっ、ー、と、いつもは、多分ね、チャンスさん、ジュニアさんとご飯行くのかな そう、終わった後ね。でもなんか、ジュニアさんが、その、用事があるみたいな感じだったんですよ、多分。で、なんか、チャンスさんに、お、のぐまくん今日、一緒に帰るなぁ、みたいな。帰るなぁ、というか、まあ、ご飯。だから、いじさんとご飯食べ行こうなぁ、みたいな感じになって、そう。あ、そうなんですね、みたいな。あ、よかったです、みたいな感じで、えっと、あともう一人芸人さんがいて。で、その、まあ、4人で、えっと、ご飯を。 せいじさんと僕とチャンスおしろさんともう一人の芸人さんと、えっ、ー、と、こうご,ご飯を食べ行こうみたいな感じになって、でまあご飯食べ行ったんですけど、まあまあ、えっ、ー、とね、チャンスおしろさんって結構ね、えっ、ー、と、め、まあめちゃくちゃいい、いい人で、そう。でまあ面白くてね、あの、で、昔はお酒飲んでたんですけど、もうお酒やめたんですよ。なんかね、すんごい酒乱だったみたいな。 感じらしくて、もうなんか、えっ、ー、と、なんかね、財布とか携帯とか、もう川とかに投げちゃうんですって、酔っ払うと。そう。なんかね、いろいろ、もう、わけわかんなくなる。みたいな感じで、でなまあ、危ないと。で、なんか毎回、えっ、ー、と、お財布を投げちゃうから、その身分証明書とかね、あの、うん、と免許証か。免許証も、あのね、なんだっけな、その東京、 だったかな東京都で、えっと、3番目になくしてますよみたいなそのまあなくしたらすぐこうねそのもう一回申請してこうもらうわけですからなくしてますよみたいなでなんか1位がもう本当にやっぱりねその年えー、っとお年を召された方でまあど,どこかにねやっちゃうみたいな感じが1位2位といてで多分えー、っとね チャンさん、その時、ま、40ぐらいなのかなそう。そのぐらいの時に、こう、あのー、第3位になって、それがね、何回さ、50何回ぐらい、こう、なくしてるみたいな。なんかその、もう本当にこう、あとはね、7、80みたいな、多分そういう人、おじいちゃんとかおばあちゃんかなわかんないけど、その人だ、なのに、こう、40代が、もう一気に、 三位に来たと。これはもう、完全な大型新人が、あの、来やがったぞ、みたいな感じで、その、なんか、えっと、更新っていうか、その免許証をこうやってくれる人が、その言ってた、みたいな。そう。ぐらい。だって、まあまあね、そういうのがあって、だからお酒をもうやめたんですよ。なので、まあずっとこの前も、このご飯食べてる時も、僕らも、まあ、 お酒飲んでますけど、チャンスさんはもう炭酸水とか、そういうね、ジュースとか、いつも飲む感じでね、やってるんですけど、まあめちゃくちゃいい人なんですね。なんか、僕はもうそのお酒飲んでた時代に会ったことないので、その、もうめちゃくちゃいい人っていうイメージですけど、ああ、うわひどかったんやで、みたいな、そういうのを周りからめちゃくちゃ聞きますけどね。はい。で、めちゃくちゃ面白いし、なんかね、 もう、いつも、いつもというかね、まあ普段からもう生きてるだけで面白いんですけど、あのー、まあね、あの、あーちゃんさんみたいな声かけられることも結構あって、もうそのたんびになんかギャグやったりとか、もう、 ああなんとか、こう、こうです、みたいな。なんかすごい、こう、フレンドリーに。いつもギャグやってるようなイメージ。そう。<laughs> でね、こう、サービス精神もあって。そう。そういう人とご、まあ、ご飯食べて、食べに行ってきたんですけど。で、あの、チャンさんが、いや、実はね、CM が決まったんです。みたいな。あの、ウェブ CM なんですけど、みたいな。YouTube とかでこう見れるやつで、 あの、CM 決まったんですよと、ええー、すげえみたいな、みんなでこうなって、そうなんです、みたいな感じで、その時言ってて、で、まあ、見てくださいね、みたいな感じになってて、ああ、そうなんですね、みたいな。で、たまたま、まあ、これ収録なんであれですけど、収録の番組なんですけど、昨日、あの、僕に LINE で、こう、その YouTube がこう、ポンってこう、送られてきて、おーっと思って、ああ、チャンスさん出てるやつだ、みたいな。 で、えっと、見てやみたいな感じで。ああ、いいですね。みたいな。俺も見よう。みたいな。もちろん見ます。みたいな。最高ですね。みたいな感じで、こう、やって返して。で、こう見たんですよ。そう。なんかね、チャンスさんが、その、再就職をするために、みたいな、その、えっと、なんていうのその仕事の、その、えー、なんていうんだろう。仕事の、その、登録会社みたいな。 なんか、なのかなそこからこう、いい、あなたにやった職業をこう、あのー、紹介し、サポートさせていただきます、みたいな、そういう感じの、えっと、し、あの、企業の CM なんですね。だから、CM なんですけど、その、結構長く、その、こういうことやります、みたいな、企業説明、みたいな感じになってて、で、チャンさんが、その、実際に登録します、みたいな、その、 スタッフ紹介のところに紹介、あの、登録しますみたいな、よろしくお願いしますみたいな、そういう動画なんですけど。で、その、こっちの二人が、えっと、どんな、えー、最終学歴はとか、えっと、まあ、いろんなね、質問、なんか、と、えっと、資格とかありますかみたいな。そういう説明するんですけど、全部チャンスをお城さんが、なんか、 あの、すごい真面目に答えてるんですけど、全然的外れな、なんかギャグをやり出したりとか、そう、あの、全然、あ、あの、その学生の時は、えー、最終学歴はここで、えー、その時にはこういうエピソードがあって、エピソードとながあって、みたいな。もう全部その、なんか、もう聞いてるだけで面白い、みたいな。もう全然あの、なんていうのかな、質問と全然違うんですけど、みたいな。 で、なんか、その、なんか、聞いてる二人。まあ、男の方と女性の方が、こう、聞いてるんですけど、それをね、真面目に、はあ なるほど、みたいなのも聞いてるんですよ。俺だって絶対笑っちゃうのに、ギャグとか目の前でやってるんですよ、だって。そう、特技、特技はこのギャグです、みたいな感じでやるから、そう、絶対笑っちゃうのによく笑ってないな、みたいなのも見てて面白いんですよ。<laughs> ね、本当に、そういうのね、あの、 あの、キンヘチャンスさんの WCM なんかまだ第1弾って書いてあったので、第2弾、第3弾ときっと出るのかな。はい。あの、検索して見ていただければなと思います。はい。そしてあのね、その YouTube なので、なんかあの、そのいいねとかもあるので、僕の代わりに高評価ボタンをお願いします。<laughs> はい。歌の方に行きます。えー、夜遊びで怪物。 これって、私だけはい、このコーナーでは、はい、とかはい、このコーナーでは、えー、私だけかもしれないこと、私の家ではこんな感じですけども、あなたの家では違いますよね。で、というようなことをは、ね、あの、送っていただくコーナーでございます。はい、えー、すっぽんさん。えー、私の家は、夏には、 麦茶がいつも用意してあるのですが、夏は食欲がなく、ご飯が少し残してしまうときは、お茶漬けではなく、冷たい麦茶をご飯にぶっかけて食べるのが好きです。彼氏の前で普通にやったら、えー、すごく惹かれました。これって私だけでしょうかというお便りが、 きましたけども、麦茶ですね。麦茶か。ええー。はい。引いております。デューン・ナグも引いております。彼氏さんと一緒です。女,女の子ですもんね。女性ですもんね。<laughs> ですね。はい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 。そうか。多分、まあまあ食卓に麦茶でね、こう夏ですからこう置いてあって、しかもこう飲んでるでしょ お茶をね、コップにこうついて飲んで、その飲んでる麦茶をきっと茶碗に入れてシャコシャコ食うんでしょ引くな <laughs> その行為が、行為が引きますね。麦茶とかじゃなく。うん。ね上品に、あの、こう、押すとこうなるやつの、あそこからこう、こう、こう注いでたとしても引くな。 <laughs> ねえ、そうか。ええー、お、美味しいかな麦茶でしょうねお茶漬けはうまいけどな。でもなんかお茶漬けって結構なんかね、その、なんだろう、なんだろう、たらことか梅とか、なんかこうね、漬物とか入れたりすると美味しいけども、この人麦茶のみですもんね。ねえ。 なんかつけ、なんか入れてほしいけどなでもなんかそれが好きなんですもんね。なんかどうしようもなく残ってるから、なんか水気があれば書き込めば、うん、食えるなとかじゃなく、好きなんですもんね。実は本当は満杯の、満杯のご飯から、うん、冷たい麦茶かけて食いたいけども、うん、ちょっとそれはあれだから、最後の残ったやつにして飲もうみたいなね。感じ うん、でもあれか、おじいちゃんおばあちゃんとかなんか、お茶は最後に入れてね、こう、お茶碗を綺麗にして、あれするみたいな感じあったけど、でも、それお茶だもんな。うん、それでお茶飲むみたいなね。うん、うん、うん。違います。はい。うん。ちょっと、変だけどな。でも、やってみようかな。やってみたくないな。大丈夫です。<laughs> えー、ちょっとでも、引くかな。 うん、なんか、あのー、卵スープにご飯入れるの好きだったけどな、うん。その感覚なのか。俺は卵スープだけども、そのすっぽんさんは、えー、麦茶で、が好きなんですも、ねうんね。そうか。まあまあ、そうですよね。なんか、地域的なもんとかでもないですよね、きっと。うん、ね、麦茶。 ね本当に。ね <laughs> そうか。麦茶ね、ちょっと引きますね。うん。でもまあ食べ、まあ好きなんだからしょうがないでしょう。はい、スポンさんはそのようにしてこのまま食べていただいて構いません。彼氏には、彼氏がいないところでやって、もう、まあ、あとは彼氏に慣れてもらう感じで行こうと思います。行こうと思います。 <laughs> はい。何でもね、こんな感じでいいので送っていただければと思っております。はい。ですね。はい。夏が待ち遠しいですね。麦茶入れてご飯を食べてみようと思います。<laughs> はい。えー、歌の方に行きます。はい。レミオ路面で太陽の下。 はい。スカイウェーブ FM の京成ローザスタジオより公開収録をしております。ちょうどね、なんかあの映画が始まるタイミングなのかななんかそう、今、いっぱいあの人が通ってましたけど、今始まった時点で急にいなくなりました。ねはい。皆さんどこ行きましたか始まるのかなはい。ねそんな感じでね、映画館ですから。 はい、ぜひね、遊びに来て映画も見ていただきたいと思っております。はい、どうもどうも、こんばんは、こんばんは。はい、ね、本当です。あのー、あのー、とか言って、あ、いっぱい来た。はい、あのー、僕、あのー、TikTok をね、やって、やってて今年から始めたのかな今年から始めたんですけど。で、まあ、ちょっとね、こう、ネタとかも、 あげようかな。まあ最初はね、どういうのがいいかなみたいな感じなんか TikTok 一緒にやりましょうみたいな、編集しますからみたいな人がいて、こう、こんなことをやってくださいみたいな感じで、なんか、そんなね、なんか、いろんな動画みたいな感じを撮ったりとかしてましたけども、結局なんかもう、あの、ネタのね、ネタ動画みたい。 とかやっぱ芸人ですからそっちがいいなみたいな感じで一個ポンとこうね上げてみたんですけどしたらねなんかあそうちょっとねこうなんていうんですか他の動画をなんか500回再生とかそんな感じなんですけどそれがねポンとこう何十何キロとか三十何キロみたいな,なんだから3万回再生みたいなそういうこと わかんないけどもそうなってですねこうああ嬉しいなみたいなだからそういうネタとかをねやったんでよかったななんて思っておりますデューン・ナグモでやっております見ていただければなと思いますはいなんか結構えっとロゴマークからえっと自分でこう絵を描いてえっと違うものにするみたいななんて言うんだろうな だから、えっと、わかりやすく言うと、なんか、なんか歴史の教科書のザビエルに落書きして、なんか、 生物の先生の顔にしましたみたいなことを TikTok でやっておりますデューン n a でございます。はい。ね、調べていただきたいと思います。なんかね、コメントとかしてもらうとね、なんかまた保存とかしてもらうと、あのー、また再生数がおすすめに乗って TikTok がなんか伸びるっていうらしいですよ。 はい。そんな宣伝もしましたね。はい。今週はもう終わりのお時間となります。はい。ねもうなんかずっと喋ってたけれども、もう終わりなんですって。もう早くもう、もう終わりなんです。はい。じゃあね、えっと、最後の歌の方に行きたいと思います。えー、アムロナミエで。 太陽のシーズンでございます。はい。これ昔聞いてましたね。なんか、その若い頃のスーパーモンキーズみたいな、そのぐらいの時期のね、感じの歌です。はい。それでは <laughs>、皆さん、このままスカイウェイブ f フェブをお聴きいただければと思います。はい。お相手は、デューンナぐモでした。また来週19時。お会いしましょう。